その上足の血流が良くなるから間違いなく足細効果もありますよ。そうすると左足は内股をやっつける、右足は前太ももをストレッチすることになります。そうこれ両方のストレッチをオールインワンで効かせているんです。新しいエクササイズ開発しちゃいました。その名もビヨーンストレッチです。舐めてますね。この名前は僕のオンラインサロンメンバーさんよりつけていただきました。ありがとうございます。どうも庄司です。初めての方は初めまして、オーストラリアシドニー在住の庄司と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、僕が開発したストレッチをご紹介させていただきます。このストレッチは名前は少しだけ舐めてますけれども、すっごいですよ。たった30秒のストレッチなのに、内股、腰痛、反り腰がオールインワンで治る。しかもいるものはベッドだけ。はい、ただしその代わりですね、筋力だとかバランス能力が少しだけ必要になってきます。なんで今日のストレッチはどちらかっていうと中級者とか上級者向けなので、今までのストレッチじゃいまいち物足りないんだよなっていう方にとっておすすめのエクササイズになります。それを踏まえた上でご覧ください。やっていきましょう。はい、やり方はこうです。こんな感じでベッドに背中を向けていただいて、右膝を曲げます。そしてこの足首を曲がるところとこのベッドの角を合わせるんですよ。ただこのベッドの端のところが痛いっていう方が多いと思うから、そういう時にクッションだとかタオルをこんな感じで当ててもらって、ここ柔らかくしてください。はい、そこに足首が来るように位置を調整です。 OK ですかね。ここからお尻をかかとの上に乗せます。はい、足首が硬い人ちょっと調整してくださいね。タオルが必要な人より重ねてください。足首痛くないように、ここ何気にポイントです今日の。はい、そこからですね、両方の手を後ろについて、後ろについて、後ろについてと、こんな感じになります。はい、ここから少しスイングをしてほしいんです。前後ろ、前後ろとスイングします。はい、スイングしていきます。そして上に来た時によっこらせと、はい、反対の足を上に乗っけるんですよ。はいはいはい、そうで、この時にですね、またポイントがあって、上に乗っけている方の足がですね、外くるぶしってあるじゃないですか、足首の外の骨の出っ張り、これが例えば左足を曲げているんであれば、反対足、右足の太ももの外側、こっちまで来てほしいんですよ。足首がグイッと奥まで入るぐらい、こんな感じ、こういうポジションにいてほしいです。これだったら足首がこういう風にねじれなくて済むから、これぐらい深く入れます。こういうポジションを取ってほしいです。はい、 OK かな。両方の足を同時にすると、右足はこう、左足はこうですね。はい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 、こういうポジションを取ります。 OK かな。これだけでも結構難しいですよね。はい、ここからやっていただきたいことがあって、ここから脱力だらーんと、そうそうすると、今左足の力が抜ける、さらに左足は外に開いてくる、これ内股をやっつけている。そしてさらに左足の重みでこういう風に下がっていくから、右足の前の太ももがストレッチが効くと。はい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 、そう下半身の力をだらーんと抜くんですよ。だらーんと抜いていく。そうそうすると左足は内股をやっつける、右足は前太ももをストレッチすることになります。そう倒れないように腹筋使って、なんで筋力が必要になってくると。体幹は筋力がいって、下半身は柔軟性が必要なんですよ。なんでこれは中級者向け、上級者向けなんですね。そうこれで力だらーんってさらに抜いていく、さらに前太ももストレッチが効く、さらに内股がやっつけられると。はいはいはい、これだけ。はい、バランス失わないようにだらーんですね。みんな大丈夫？あと2深呼吸いきましょうか。
はい、オッケーオッケー、気持ちよかったですね。では左足をまず戻して、体を戻す、両方の手で右足を戻すと。はい、これで完成です。あ、気持ちいいな。これだけでもめっちゃ気持ちいいですよね。角度を変えてお届けいたします。反対足やりましょう。これでいいかな。はい、左足首をベッドの端に乗っけると。はい、そしてかかとの上に腰を下ろす。この時足首痛くないようにちゃんとクッションだとかポジション取り確認してくださいね。この時痛いと問題になりますからね。体重が乗っかってきますからね。 OK かな。はい、ここから両方の手をついてスイング、後ろ前とスイングさせて、上に来た時に右足を乗っける。はいはいはい、そうで、この時外くるぶしは外側まで結構深く入れますよ。はい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 、 OK かな。はい、ここから下半身の力ダラーンと抜いていく。はい、ダラーンと抜いていく。はい、さらに下半身の力ダラーンと抜く。はいはいはい、そうそうすると今右足は外を向いている。そうすると内股をやっつけている。左足は前太もものストレッチを感じる。これで反り腰だとか腰痛をやっつけている。これ両方のストレッチをオールインワンで効かせているんです。気持ちいいし痛いし辛いしって感じでしょうこれね。ただね、これめちゃくちゃ効果があるし、かつ短時間で効くので、僕も毎晩やってるんですよ。昨日の夜もやりました。っていうのもこれ一発やって寝るとやっぱりね、翌朝が爽快なんですよね。逆にこれやらなかったらやっぱ夜中気持ち悪くなったり腰が痛くなったりするから、これはもう本当に毎晩やってますね。しかもベッドでできるから夜も寝る前にも必ずやることになってますね。こういうふうに習慣化しておくといいですよ。いつまでも若々しく快適な体でいたいじゃないですか。しかもこれ足の筋肉を伸ばしていますからね。むくみだとか冷えでお悩みの方もぜひぜひやっていただきたいストレッチですね。これ本当に本当に優れもんだと思います。ですんで皆さんもできる方だったらこれやってほしいな。うん、よし、いいかな。30秒ぐらいやったかな。そしたら右足を下ろしの、体戻しの、両方の手で足を戻しのと。はい、これで終わりです。いかがだったでしょうか。うわ、軽って感じでしょう。以上になります。だけど実は今日のストレッチって腰痛、反り腰、内股だけに効くわけではないんですよ。他にも効果がいっぱいで、例えば座骨神経痛だとか膝痛の緩和で、O脚ももちろんやっつけられるし、むくみだとか冷えもやっつけられる。その上足の血流が良くなるから間違いなく足細効果もありますよ。なんでそれらをやりたい方はたった30秒しかかからないです。本当に30秒しかかからないです。それでいて効果抜群。足今僕めっちゃ軽いですもん。なんでやってみてください。というわけでした。また配信いたします。シドニーのセラピスト庄司でした。さよなら。先々でしょっちゅうやってますもん。はい、おかげさまで健康そのものですよ。さらにさらにもっと深く知りたいぞとか、もっと体について学びたいぞっていう方、大前提があるんですよ。大前提として人の